さてとね、帰ってきましたけどね、一応帰ってきてからのね、レビューといいますかね、ちょっと補足といいますかね、しときますとね、やっぱ降りてからね、バス降りてから、そのまんま、マイカーに乗って、家の前まで自分の車で去っていけるっていうのはいいですね。途中寄り道も好きなだけできますしね、近日というのは帰ってきまでね、降りると、まあ大体そこからね、まあ私の場合、まあ大体もう皆さんね、お気づきでしょうけどね、まあ、日永の方に住んでるわけでございますよ。そうするとね、こう、アスナロ鉄道でね、日永まで行って、で、まあ、そこからまた歩いてとかね、なるわけなんですよね。まあ、もしくはね、まあ、ブルジョワジーならね、タクシーを使うという手もあるんですけど、まあまあ、タクシーだといい値段になっちゃいましてね、やっぱしね、やっぱ毎回でね、そこから直接移動できるっていうのはね、これは便利ですね。ね。ってことなんだよね。これはね、改めてね、やっぱりちょっとお勧めしつこうじゃないかということですね。これはね、いいと思いますよ。いや、四日市の駅前にね、止めてね、まあ、そもそもね、そこからね、駅前から別にタクシー使えばいいやんっていう人はね、そもそもね、そのタクシー代とかね、移動のね、ところでね、タクシー使えばいいやんってなる人は、もう基本的にはもう、それは近鉄特急でね、火の鳥はなかなか、大阪に行くのに使うのが大変ですけど、ね、まあ、デラックスとか、アーバナイのデラックスでもね、全然使っちゃってね、行っちゃえばね、問題ないと思いますんでね、やっぱね、ここはね、なるべくね、ちょっと、お財布優しくね、行くっていう目的の人は多分こっちの方がいいと思いますし、所要時間とかの兼ね合いもありますからね、うん。っていうことでね、そのあたりも踏まえてね、まあ、またぜひね、お勧めしたいなと思います。まあ、これでね、新章のね、ところね、取っときゃよかったな、使い方ね、さっきから写しとったね、ところのね、画像に写っとったら、ここにある機械で、先に払いでね、買いますんでね、そうそう、生産ってボタンを押してから、何日利用するかとか入力すると、そのままね、はい、レシートが出てきますっていう感じになってましたね。ですから、よくある前払い式であるところで、だからこう、で、シートをペタって貼って、フロントガラスにね、つけといてくださいみたいなところがね、ありますけど、ああいうような感じのところに近いですね。まあ、レシートが出てくるんで、ペタ1枚のレシートを上に置いときゃいいです。上に貼ったりする必要はもうないですからね。そういう意味ではね、便利かもしれませんね。ということなんでね、よかったらね、ぜひね、皆様のね、ご移動のね、旅行とかの際とかね、ね、大阪、京都ね、京都行くときは本当におすすめですよ。で、いや、大阪もおすすめですよ。おすすめなんですけどね。うん、道中楽しみたいなとかっていうようなね、旅の仕方にはやっぱりこれも非常に経由地変わるし、面白いんじゃないかなと思いますしね。まあ、どうしても朝一ね、急ぎでね、ビジネスでね、大阪に行くとかっていう場合でしたら、ちょっと、難があるかもしれませんけど、うん、っていうところ変かなという感じですんでね、ぜひね、ご検討いただければと思います。補足でございました。この後はとりあえずね、買ってきたやつね、食べながらね、写真撮ってね、やっときたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。